まあすごくレベルが高いと感じましたし、まあ、ジュビロで結果出してるからこそ呼ばれたと思うので、まあ素直に楽しかったです。まあ、ワンタッチのプレーを個人としてはもっと増やしていきたいなと思って、まあ、もちろん練習しなきゃいけないし、まあ、それをいかに公式戦でチャレンジできるかと思うので、また帰って、まあ、失敗して練習しての繰り返しだと思いますけど、チャレンジはしていきたいです。その時はアジア予選で負けたんで、まあ、この代で選ばれればもちろんその借りも返したいし、その時のメンバーが、まあ、もっと数を変えれば本当に借りを返したって言えると思うので、まあ、まずはメンバーに入るようにしっかり頑張っています。まあ、集まる機会がそんなに多くはないんで、まあ、自分としては本当に10秒で試合に出て、まあ、常に結果出さなきゃいけないと思うし、まあ、もちろん個人のこともそうですけど、まあ、チームが今 J1 に昇格しようとしてて、まあ、その力になりたいと思ってますし、まあ、その先に代表があると思うので、しっかり自分がいる場所で精一杯頑張ります。